要州教案は、1868年に、チャンスー省要州府江戸県高領で発生した教案。1868年、フランスのカトリック教会が、要州の参議閣に、育英堂を開設し、大量の孤児を収容していた。半年間に24名が死亡したが、民衆の間に宣教師が食したとの噂が広がった。8月初旬、ハドソン・テイラーが、ジョージ・ダンカン、 ウィリアム・デビッド・ラ・ドランド、ヘンリー・リード・ラ・中国を口伝道団のメンバーを引き連れて、傭州に到着した。市外の住宅を借りて、傭州で初めての教会を設立したが、ナマインなど知識人はビラを張って、キリスト教の駆逐を要求した。8月22日の晩、傭州の教会は8000から1万人の群衆に包囲された。群衆は刀や梱包を手にし、 レンガを投げつけた。テイラーとダンカンは、チフの元に逃れて、保護を求めた。群衆は屋内に侵入して、器物を破壊し、火をつけた。脱出する際に、テイラーの妻マリアが桃に傷を負い、エミリー・ブラッチリーが負傷した。翌日の午後に、県の役人が籠を用意して、宣教師たちを難問まで送り、宣教師たちは、鎮校に去った。 イギリスの中山廃領事のサー・ウォルター・ヘンリー・メドハーストは事件の発生を知ると即座に幼州を訪れ9月2日から幼州地府と交渉を行ったが満足一句回答を得られなかった9月11日メドハーストは護衛の軍艦リナルド号と共に南京に到着し両高総督祖国藩と交渉を開始したしかし12日の午後 リナルド号の艦長が病気になったため上海に引き返し、祖国藩ももうメドハーストに会おうとしなかったためにメドハーストは上海に帰った。中心講師のラザフォード・オールコックは総理各国事務我門に紹介し南京の当局に対応を要求した。11月8日、メドハーストは4隻の軍艦を引き連れて南京に乗り込んだ。 祖国藩と公認の両構想徳場新意は、メドハーストの要求を受諾し、洋州の地方官を罷免し、損害を賠償すると発表した。メドハーストの軍艦2隻と300人の兵士は、洋州に入り、もてなしを受けた。11月28日に、教会の損害を賠償し、住宅を修復し、教会を保護し、事件に関わった者を処罰することで決着し、 宣教師たちに対しては、幼衆に帰還するように要請がなされた。ありがとうございます。